は魚住 LC のハイエースを広報課にお貸しするので本社にやってきました。広報課は今週末の全日本ロードレース岡山国際サーキットで4日間の取材です。広報課の課長さん、かがっち登場。広報課のスタッフさんが何やら怪しいものを積み込んでいます。私にしてみれば誘拐にしか見えないのですが、ここだけの話、誘拐しているのはサヨリンです。ふふふふふふふ。誘拐完了。準備は終了。私は用済みなので帰ります。お迎え来るのを待ち中。おせんだわ。まったく、やっと来た。これで帰れます。おしまい。全日本ロードレース選手権レーシングチーム山陽工業 &RS 伊藤、明日から岡山国際サーキットで第7戦が開幕です。その応援のため、明石支店の生産推進グループスタッフが作ってくれた応援グッズ、このタオルをみんなが持って明日からのレースを応援していきます。全日本ロードレース選手権山陽工業 &RS 伊藤第7戦 in 岡山国際サーキット、今回はバイクで応援に行ってきます。映っているのは 4RR と 10RR のダブル川崎コンビです。道中で少し早いお昼ご飯、山岡屋が長蛇の列などはなんでなんでしょうか、気になります。そして岡山国際サーキットに到着。お昼ご飯も含めて約2時間で到着しました。 JSB 1000クラス予選がスタート。観客席から応援しました。JSB 1000クラスの予選は土曜日の午後から行われました。今回の予選はノックアウト方式という方式が取られています。この方式は Q1 でトップ10に入ると Q2 に進出し、再度タイム計測をしグリッドの順番を争うことができるという予選の方式となっております。我がチームの佐野優斗選手は残念ながら Q2 への進出はできませんでしたが、決勝11番グリッドからのスタートです。全日本ロードレース選手権第7戦 in 岡山国際サーキット JSB 1000クラス決勝、山陽工業 &RS 伊藤佐野優斗選手は午前中のフリー走行で転倒。幸いライダーの怪我は軽傷なのでよかった。バイクはボロボロになってしまいました。決勝は残念ですが T カーで走ります。今回も山陽工業の生産推進グループスタッフも大勢応援に来てくれました。もちろんサヨリンも。ピットウォークではライダーさんやレースクイーンさんのサインをもらえたり、一緒に写真を撮ったりすることができます。今回は佐野優斗選手のポスター、しかもサイン入りゲットいたしました。パチ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 。サヨリンは小さい子供ちゃんたちからもとても人気。かわいいですね。それでは JSB 1000クラス決勝のスタートです。ドキ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 。こちら1コーナーでございます。岡
山国際サーキットは岡山県美作市にあるサーキットで、全長約 3.7 キロという全日本のロードレース選手権が行われるサーキットの中では比較的短めのコースとなっております。実際私も走ったことがあるんですが、結構難しいイメージがあります。いろんなコーナーからの動画を撮りたくて、そして走りが見たくて、決勝中は様々なコーナーを駆け回りました。おっと、カガッチを発見。広報カガッチ、今回はカメラマンとして一生懸命写真を撮っておりました。ダブルヘアピン立ち上がりから最終コーナーに向けてのコーナー、ここめちゃくちゃ速い、スピードがえぐいです。決勝の結果はメインカーと T カーの違いに苦戦し、14位でチェッカーとなりました。次回の鈴鹿の最終戦も頑張りますので、 KRP 山陽工業&RSE と佐野優斗選手、そして柳川明選手の応援をよろしくお願いいたします。それでは最後に HR 事業部明石支店岡山営業所スタッフたちの岡山国際サーキットの思い出を紹介したいと思います。応援タオルが映える。ファンサービスで観客席に投げられたサイン入りタオルもゲットしました。見てください、ナイスキャッチと書かれています。今回の戦利品一覧はこちら、じゃじゃーん、すごいでしょう。そして社長の背中隠し撮り。今回の岡山国際サーキットは大勢の山陽工業メンバーで応援することができて、とても充実したレースでした。皆様ありがとうございました。